知られている最も初期の定義は FSF が発行していた1986年2月の GNU ・エスブレティンにおいてなされたものである。基準となる出典は GNU プロジェクトの哲学のセクションにある。2008年4月の時点では39の言語で公開されている。また FSF は自らが承認した。 ソフトウェアライセンスのリストを公開している。自由ソフトウェアの定義は自由ソフトウェアの概念に関して最も早く公開された定義である。1986年2月に公開された定義には2つの要点がある。私たちの定義するところにおいてフリートは決して値段についてではなく自由のことを指します。すなわちプログラムをコピーし、 隣人もあなたと同様に使用できる要素のプログラムを配布する自由。そして、プログラムがあなたをコントロールするのではなく、あなたがプログラムをコントロールするために、プログラムを改変する自由。このためにソースコードは、あなたが手に入れられるようにされなくてはなりません。のことを指します。現在の定義には4つの必須の自由があり、それぞれに0から3まで番号が振られている。 リチャード・ストールマンは、it is said that 紙媒体で発行された、フリーソフトウェアの定義は早ければ1986年に存在しており、GNU、S ブレティンの最初の号に含まれて出版されたと言われているが、その文書は定義として提示されておらず、リチャード・ストールマンが後に作り出した定義とは大幅に違いがあった。フリーソフトウェア財団の代表リチャード・ストールマンは、 デビアンフリーソフトウェアガイドラインを自由ソフトウェアの優れた定義として受け入れていた。しかし、デビアンフリーソフトウェアガイドラインとオープンソースの定義の類似性から自由ソフトウェアをオープンソースと区別する必要性を感じ、現在は自由ソフトウェアの定義を推進している。また、大例の自由は後に付け足されたもので、 実行できることが一番大切なので最初につけようとしたため、大例となった。ABGNUS ブレティン、ボリューム1ナンバー1、ページ8。2008年4月9日閲覧。The Free Software Definition Translations of This Page。2008年4月9日閲覧。自由ソフトウェアとは ?2021 年3月3日閲覧。 フリーソフトウェアファンデーション、インク、GNU、S ブレティン、ファーストエディション。2018年2月15日閲覧。new.org。www.new.org.2020 年5月12日閲覧。ありがとうございます。